こんばんは。そしておはようございます。毎週土曜日は0時からちょっと懐かしいガンやアイテムをご紹介させていただいております。今週はやはり1990年代だと思われるんですけれどもね、ウエスタンアームズのコンバットコマンダーカスタム、はい、こちらをねご紹介したいと思います。この銃はですね、私はオークションで2006年に手に入れております。というのも今回珍しくですね、その時のオークションのね落札情報の、はい、ハードコピーがね出てきました。まあ、これによるとですね、ウエスタンアームズで販売しているコマンダーカスタムをですね、いろいろね、例えばこういうね、パックマイヤーのパックマイヤーですよね、のグリップをつけてみたりとね、前オーナーの方がねいろいろと外装関係のねカスタムをされたようです。で、元々のねカスタムがどういう状態だったのかっていうのは私わかりませんので、まあ、そのあたりね今日皆さんと一緒にね、まあ、推理推測しながらねちょっとの時間楽しんでいきたいなというふうに思っております。で、家族で試写した結果もねなかなかのもので、はい、非常に楽しかったですね、この銃。はい、で、今ついてるこの木栗は私が乾燥自分でつけたものですね。はい、私のところに来た時にはこんな感じで、この、はい、ラバーグリップ、ね、フィンガーチャンネル付きがついた精悍な感じのねコマンダーカスタムになっておりました。ではまずね箱からね検証していきましょう。この世代の箱ですね。ね、懐かしいですね。ヘビーウェイトがあったっていうことですよね。はい、もちろんね、はい、こんな感じですね。いいですね、ホップアップもついたよとね。はい、弾はね、15発も入るよ。今ならね、なんだよ15発だけかいなんて言われちゃいそうですけれどもね、当時としてはなかなかね良かったですね。付属品は例によって安全警告のタグと、はい、ブッシングレッジ、こんなものが入ってるわけですね。で、楽しかったのがね、ちょっと取扱説明書の、別紙って言いましょうか。これですね。はい。こんな感じのね、コマンダーのカスタムの、はい、パーツリストがついていきますから、おそらくこの辺は変わっているんだろうと、少なくともね、な感じがするわけですね。そうすると、はい、こっちもそうですね。カスタムフレームモデルっていうのがあります。このカスタムフレームモデルになると、はい、アンビセーフティーついたりするわけですよね。ですから、これはどう解釈したいんでしょう。こういうパーツがありました。ね、ヘビーウェイトモデルがあります。それとカスタムモデルフレームパーツっていうことなんで、カスタムになって、まあ、このアンビのね、セーフティーがついていると。いうことなんでございましょうか。あとね、コーンバレルがついてるんですよ、これね。そのあたりがね、楽しいなと。取扱説明書は、以前ね、この世代、ヘビーウェイトでしたかね、2丁ほどご紹介したと思いますけども、その時とまあ同じような感じですね。パッと見わかるところは、やっぱりね、ここですね。はい、で、また今回も忘れました。そう、ブッシングレンチを使えば、フォロワーが、スムーズに下げられたのにみたいな、またね指でグリグリやっちゃいました。はい、こんな感じでね、ホップアップの調整はね、はい、スクリューでやるタイプですね。うまい具合にこうね写真も入っててね、なかなか見てて楽しいね、そういう取扱説明書ですね。あとはまあいつものやつです。それとまたねこれですね。はい、これホールドオープンしてからっていうやつとかね、この辺りがね、はい、今回も気をつけて遊びました。で、これ当時売ったやつなのかな、全然記憶にないのが入ってきました。5メートルからウエストアームズの弾でまあこのぐらいということで、はい。で、さらにですね、どんなものが出てきました。あ
懐かしいやつですね。ウエスタンアムズメダリオンですね。いくつかの銃でね、はい、これご紹介したと思います。ついてるのをね、そいつは下水分解してなかった。それとこれがついてきたんですね。もしかしたらこっちがついてたのかなって感じですね。ウエイトもここについてますしね。このウエスタンアムズのこのやつっていうのは何なんだろうっていう、これが最初についてきたカスタムということで、ということでね、はい、想像は膨らみます。じゃあね、外観ね、ゆっくりご紹介したいと思います。おとなしめのね、色の着ぐりをねつけてみました。いかにもね、はい、カスタムという感じで、このね、サイトね、残念ながらホワイトドットは入ってないですね。まあそれでも狙いやすかったですね。シリンダーはね、ちょっと型ついてますけれども、まあ、最近のものに比べれば全然いいですね。今回またね、アンビセーフティが便利でしたね。左打ちするときにね、はい。それとやっぱりね、このね、チェッカリング。これがいい感じでした。スリーホールハンマー。でこっちのハンマーは多分ノーマルのコマンダーのハンマーですね。グリップセーフティはもちろんライブということです。マガジンは古き良きシングルカラームの、はい、マガジンでございます。重さぐらい測ってあげましょうか。まあ、ちょっとね、もともとこのウェイトなんかが今、食いぐりの中には入ってないはずなんで。それでも730ぐらいありますね。まあ、ずっしりっていう感じではないです。比較的ウエスタンアームズの最近の他の、重たい、例えばね、グリップパネルまでね、メタルなんていう重いものに比べるとね、ちょっと軽く感じるぐらいですね。ただその分、非常に打ちやすいです。何しろね、ブローバックが軽快なんですよ。こんな感じで。はい。で、今ね、ちらっと見えたと思いますけれども、このコーンバレルですね。これのおかげでね、結構いい感じだったのかなと。あとこのリコイルスプリームガイドもね、いい感じなんですよ、はい、ね。ホールドオープンするとこんな入れ立ちです。本当にガバは見飽きませんね。私だけかな。でスライドを引くとね、解除できるタイプの、はい、このままね、こうスライドストップかかってますが、これをねスライドを引いてやるとね、解除されて前に戻るというやつです。はい。じゃあトリガープルなんかもちょっと見てみましょう。まあ軽すぎずなんてことも感じでしたかね。それなりの重さはあったような気がします。78ですね。はい、決して重くはないですね、相対的にですよ。また78です。 0.5 を切らなきゃダメだなんていうね、本当に精密射撃をされる方にから見るとちょっと重たいですけど、私にはこの当時ものですからね。まあ見てください、この構造のね、時代ね、ハンマーもねブラン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 ってしてる頃ですから、はい。それに対して、はい、トリガーの落ちる雰囲気はこのぐらい、なんかね、ちょっとじわんとくるようなね、ちょっと抵抗が始まってドンと落ちる。キレはね、そんなに良くないですね。ただ一応なんで抵抗がグッと重くなったりグッと軽くなったりしないんで、そのままスッと絞れます。こんなもんです。はい、ブレはね、ほとんど、トリガーを引くことによるブレは出てなかったです。じゃあ初速をね、の周りが悪いな、まあ、いつもですね、前からですかね。はい、せっかくのね、このね、懐かしき古き良きマガジンですから、もちろん手でね込めさせていただきましょう。あ、せっかくだから、さっき取説に書いてあったブッシングレンチ活用の、ブッシングレンチはどこ使うんだ、ここか、ここを使うんですかね。かけてキュッ、あ、本当だ本当だ本当だ、こうやって下げられるんですね。へえ、でも私爪でも下げられるな。はい、こんな感じでね、はい、下げましょう。これね、昨日ちょっと試写、家族で試写してと思ってたんですけど、ここに入れる時、これメタルっていうか、あの、ダイキャストのリップじゃないですか。ここに入れる時に BB ローダーで傷つけないように気をつけてたんですけども、考えてみたらこれ
ピュッとこう押されてチャンバーに入るときにここ出ますから必ず傷はついてますよねきっとね。なんかそれで BB 変化したりしてんじゃねえかななんて思う今日この頃でございます。それで取説で書かれていたのは、まあ、満タンに入ってるときは特にですけど、開いた状態からね、はい、装填してくださいということなんで、はい、それで先ほどもお見せした通りスライドを引いて一発目を装填と、ね、セーフティー忘れずにかけましょう。やっぱりこのねアンビセーフティーね、しかもこういう風にね、あの昔のなんていうのかな、モデルガン時代っていうのは別にこんな大行ななんて思ってたんですけれどもね、弾の出るエアガンでね遊ぶようになるとやっぱほんとセーフティーの大事さってよくわかりますよね。じゃあちょっと初速をね見てみましょう。お、なんか壊れたもう多分ね、あのグリップのスクリューのところのネジがあのバカになってて、それによるものだと思います。はい、計測が不可能な状態になりました。よいしょ、 0.47 ジュールですね。やっぱり昨日もね着弾の弾痕を見てね、あそんなもんかななんて思いましたね。2発目が 0.46 ね。はい、3発目でホールドオープンですね。せっかくですからちょっと見ていただきましょうか。めったにもうホールドオープンさせる気ないんですけれどもね、もうなんかリップもリップじゃないの、よいしょ、こんな感じで、あ取れなかった。はい、ということでね、初速はね 0.46 から 0.47 ジュールですね。はい、打った瞬間飛び出たこのね、何が起きたかと一瞬思いましたけど、とりあえず形だけつけておきましょうか。あ、一応まだ閉まりますね。緩んでたのかな、じゃあね。いけませんね。少しでもね、あんまり強く締めたくないんですよ、この世代のやつね。だから軽く締めてたのが、はい、ブローバックのショックで緩んできたようですね。はい。じゃあね、この初速、はい。0.5 ジュール以下ぐらいですよね。完全にね法律のね範囲内にも入っているし、で一応ねマガジンの温度はね結構、しかもあったかいですよ、マガジンの温度が 24.7 度もあるのに、まあこのぐらいしか出ませんということです。その分なんかあのパカーンっていう感じでブローバックの方にエネルギーがいってるような気がしますね。じゃあ試射結果見てみたいと思います。この世代のやつがねそこそこの成績を上げてくれると嬉しいんだな。何しろ今動く、ガス漏れしないで動くだけで私にとっては奇跡みたいな話なんで、はい、神さんいい感じで集めてきましたね。私も頑張ってます。まあせがれもそこそこですね。はい、5メートル両手では全く問題ない感じですね、スコア的にもね。で、はい、またすぐ私がね、はい、大崩れするわけですね。はい、私じゃなかった、今回はね坊ちゃんだったね。はい、 7.5 メートルになるとかみさんこんな感じになってきます。私は一応同じぐらいいい感じで集めてます。これがちょうど先ほど出てきたこの5メートルの時の、はい、大体集団なんかに近いのかなって気がしますよね。ここでねホップを読み違え始めるんですね、我々はね。やっぱ打ってるうちなんか変わってきたな、少しな。で神さんはこんな感じ、右の片手です。右の片手になっても、はい、やっぱりこのね、まずこのメインスプリングハウジングがストレートであってチェッカリングで、ここの前面と、これがねやっぱり非常にねやっぱいい感じでした。あとは木繰りがねいい感じだったんですよ、これもうジャストフィットっていう感じでね、おかげさまで片手でもこのぐらいに集まりましたと。はい、で、今度は左の片手になるわけですね。ここでアンビセーフティ大活躍ということでね、見てください、セーフティのおかげじゃないんですけれども、なんかね左はね前にも申し上げているように、あの目がよく見えるように、目がよく見えるんです、相対的に。でさらにあの、ね、はい、一望百景がやっぱり効いてるのかなって感じですね。奥さんもね、まあそこそこで、せがれがちょっと逸れてますね。はい、
で最後 7.5 メートルの右の片手、ここで私はやってしまうわけですね。上に3つ飛んでました。はい、なんかね勘違いしましたね。もっと下があの、上がった分は下げたはずなんですけどダメでしたね。で奥さんもそこそこの中、せがれはね 1,2,3,4 つ当ててますよね。ですからまあこのぐらい当てられるということで、で結果ね平均は 25.1 スクワとしてはこれはいい方ですよね。通常のウェスタンブスでも25を超えるものっていうのはそれほど多くない中に、この世代の銃がめちゃくちゃ頑張ってくれたなっていうのは嬉しい限りです。さあ5メートルの集団なんですけども、これは波でしたね。ただ、上さんのここあるいは私のここ抜くと、まあまずまずなんか集まってるのかなと。ただこれは最近の銃の方が少し集まるっていう感じですね。ただあのスコアがいいっていうことは相対的にみんなで打ちやすかったよ、ね、思った通りに飛んだよみたいなところも加味されるはずなんで、まあ、ご判断はねご覧いただいている皆さんにお任せしたいと思いますけれども、私はね十分満足です。やっぱ年代のハンデをね考えてあげないといけないというところでね。はい、ということでね、コーンバレルもたくましいねコンバットコマンダーカスタムね、オークションで手に入れた品ですけれども、まだまだ元気で我が家でね遊ばれております。これ皆さんにね動画をご紹介するようなこういうね機会がなかったらずっとしまい込まれてたんでしょうね。こういうね動画を撮らせてもらってるおかげでね、まず家族で撃てるっていうのはいいですよね。ですから私一人の評価とかね、私一人のものではなくって家族のものみたいな感じでね、これからもねまだまだ元気でね生き続けると思います。当年とって多分25歳ぐらいでしょう。はい、もっとかね。私がね生ある限り時々引っ張り出してね、遊んでみたいなというふうに思っております。ということで今週のちょっと懐かしいガンはね、ウェスタンズの1990年代でしょうねのコルト、コンバットコマンダーカスタムご紹介させていただきました。ではまた。